さっき外から大きな声で死ねって言ってきた男で、もう一人誰かが録音してるとか何かそういうふうなことを言ってる声も聞こえましたね。あ、向こう、あれや、1、2、3、2。まあ、そういうこと言うてくるやつらいつも黒い服着てる連中多いんですよね。もともと学生でこの辺歩いていて、こっちに向かって絡みに来た連中がそのまま大人になったか遠征組かのどちらかでしょうね。これ警察の方で画像解析できます。時刻ちょっと記録しておきますね。まあその辺り通ったのは今から 1、2分、まあ今から2024年なんですけども、ちょっと待ってくださいね。ほんと気にならないんで、罰金刑でね、もう何回も同じことを言いに来てる連中なんで、まず間違いないですね。3月18日22時31分なので、22時28分、7分、それぐらいですかね。ちょっと何回も言いに来てるんでね、画像解析して対応してもらえますか。よろしくお願いいたします。